事故車両と同系列の車両福岡トンネルコンクリート会落下事故とは1999年6月27日に福岡県かす郡久山町の山陽新幹線福岡トンネルで起きた鉄道事故である。人的被害は出なかったものの新幹線の安全性を揺るがす事故として社会問題となった。1999年6月27日9時24分頃、 新大阪発博多駅の光351号が小倉駅博多駅間にある福岡トンネルを走行中、上下線が停電し、福岡トンネル出口付近に50分停車した。事故現場の河川が破損したほか、光351号の9号車の屋根が幅50センチメートル、長さ10メートルにわたってめくれ、10号車、12号車のパンタグラフが破損。 11から12号車の屋根には数箇所の陥没が確認された。調査の結果、トンネル天井部にあったコンクリートの一部分が落下し、河川を切断するとともに、光351号を直撃して停電したものと判明した。トンネル内のコンクリートが落下した原因は、福岡トンネルの思考不良によってできたコールドジョイントである。コールドジョイントとは、 一旦凝固したコンクリートに、さらにコンクリートを流し込むことで起こる現象で、凝固したコンクリートと流し込んだコンクリートの間に、できる接合不良箇所を指す。コールドジョイントは、接合面に隙間を生み、コンクリートの劣化を早め、亀裂を生じさせる。さらに、高速走行する列車の衝撃で、最終的にコンクリート階が落下したと言える。事故原因となった、コールドジョイントは、 他の新幹線路線に比べて、山陽新幹線に特に多く存在する。その要因として、久保村啓介は著書において、お指摘している。また、山陽新幹線建設時に塩分を含んだ海砂が使用されたことも、遠因とされている。海砂は、センサと比べて塩分を含むため、鉄筋の腐食やアルカリ骨材反応を促進し、劣化を早める。 建築に用いる海砂はあらかじめ除使用することになっているが、それが十分ではなかった。1996年以降、山陽新幹線の高架橋からコンクリート階が落下する事例が数多く報告されていた。福岡トンネルでの事故後、JR 西日本は山陽新幹線のすべてのトンネルを調査した。一旦は安全宣言が出されたが、 同年の10月9日に同じく小倉博多間の北九州トンネルで始発前点検を行った際、側壁部から約 226kg ものコンクリート階が5つに分かれて落下しているのが発見された。このため、同日は一時全線で運休。3連休初日であったこともあり、約6万2千人の足に影響が出た。事故をきっかけに導入されたトンネル利口表面。 検査システム自体の重大さから JR 西日本は同年11月8日から12月15日にかけ深夜の列車の一部運休を伴う徹底した点検を行った。このためこの期間中は在来線で振り替え輸送を実施。JR 西日本側では山陽本線の広島駅下関駅間に臨時快速列車を一往復、広島博多間において 臨時夜行快速列車を1本運行したほか、JR 九州では22-0時代の間に、鹿児島本線、小倉博多間において、臨時特急列車、日点91.9390.9294号を運行した。また、従来は、目視と内打ちによる検査が主であった、トンネル壁面の維持管理に新技術を導入し、より迅速で正確な測定を行うこととした。 ありがとうございます。